サビーネ・アペルマンスは、ベルギー・アルスト出身の元女子、プロテニス選手。長年にわたり、ベルギーのテニス界の先駆者として活動してきた選手である。自己最高ランキングは、シングルス16位、ダブルス21位。WTA ツアーでシングルス7勝、ダブルス4勝を挙げた。左利き。1987年に、プロ入り。1988年から、 女子テニス国別対抗戦、フェドカップのベルギー代表選手となる。1990年の全豪オープンで3回戦に進出し、この年に年末の世界ランキングを一気に22位まで上げた。それ以来、アペルマンスはベルギーの女子テニス界の先駆者として活躍を続けてきた。1991年11月にアメリカのアリゾナクラシックと バージニアスリームズ・オブ・ナッシュビルで2週連続優勝を達成。日本のトーナメントにも数多く出場し、1991年と1992年の2年連続でサントリージャパンオープンの準優勝者になっている。1992年のジャパンオープン決勝ではアペルマンスは伊達キミコに5から7、6から3、3から6で敗れた。アペルマンスの4、 大大会シングルス自己最高成績は1997年の全豪オープンベスト8である。この大会でアペルマンスは4回戦でスペインに競合の一人コンチタ・マルティネスを破ったが準々決勝でマリー・ピエルスに敗れた。ベルギーはこの年にフェドカップでも好成績を上げ世界最上位の8カ国によるワールドグループ1回戦で スペインチームを5戦全勝で破ったが、2回戦でフランスチームに敗れた。ダブルスでも1997年ウィンブルドン選手権でミリアム・オレマンスとのペアでベスト4に進出している。1997年11月、アペルマンスはベルギーの女子テニス選手として史上初めて世界ランキング上位16名のみが出場できる女子ツアー年関西州戦、チェイス選手権に出場した。 1998年2月第3週のドイツハノーファーの大会では、左膝の手術による8ヶ月のブランクから復帰したシュテフィグラフを準々決勝で破っている。アペルマンスはオリンピックのベルギー代表選手としても、1992年バルセロナ五輪、1996年アトランタ五輪、2000年シドニー五輪の3大会連続で出場を果たしている。 バルセロナ五輪の女子シングルスでは、シュテフィグラフとの準々決勝まで勝ち進んだ。アトランタ五輪では1回戦で敗退したが、シドニー五輪では南アフリカ代表のアマンダ・クッツァーと3回戦を戦った。2000年度のシーズンを終えて、アペルマンスは年間最終ランキング50位に入っていたが、2001年1月の全豪オープンを最後に28歳で現役を引退した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。